サウール・ガルシア・カブレラは、スペイン・ピエラゴス出身のサッカー選手。デポルティーボ・アラベス所属。ポジションは DF。単に、サウールとも呼ばれる。カンタブリア州のピエラゴスに生まれ、2004年に9歳で、ラシン・サンタンデールのカンテラに加入した。2012から13シーズンにリザーブチームデビューを、果たすと、そのシーズン終了後に、クラブが3部に降格したため、 トップチームに昇格した。2013から14シーズン、サウールはセグンダ B の舞台でリーグ戦34試合に出場し、クラブのセグンダ復帰に貢献。翌シーズンの8月24日、ジローナイフシーズンにてプロデビューを果たした。2014年12月29日、ラリーガのデポルティー・ボラ・コルーニャに移籍し、4年半契約を交わした。7月からの加入となったが、 デポルティーボでは前半戦において、カップ戦2試合の出場に終わり、冬の遺跡市場で CD、テネリフェへとレンタル遺跡をした。2016年8月13日、ジローナ FC に1シーズンの契約で、レンタル遺跡をした。翌年1月2日に、レンタル先をジローナから RCD マヨルカに変更した。2018年1月7日、2017から18、 シーズンのデポルティーボでの出番がわずか1試合という状況だったため、シーズン終了まで CD、ヌマンシアへとレンタルされた。ヌマンシアへ、レンタルされてから3日後、コパデルレーのレアルマドリード戦でデビューすると、ギジェルモ・フェルナンデスの得点をアシストし、以降はレギュラーに定着した。2018から19シーズン、デポルティーボに復帰すると、ディエゴ・カバージョ監督が、 左サイドバックのファーストチョイスに選んだ。この活躍からシーズン終了後の2019年6月27日、デポルティーボ・アラベスに移籍して4年契約を結んだ。しかし、移籍後の9月2日、ラージョ・バジェカーノにレンタルされた。2020年9月28日、セグンダーに所属していたスポルティングで、基本にレンタル移籍をすることが発表された。ありがとうございます。